ドンミスイはるか、コトネ、私たちはチェゴです。はい、私はたち。どうしてこんな格好しているかと言いますと、架空請求業者です。本日はですね、あの真帆さんに架空請求をしたらどんな反応するのかドッキリ。あの子は絶対騙される、100% そうです、いっぱいガッポガポ稼いじゃおうそのお金でディズニー行っちゃおうポニーということで早速電話したいと思います、レッツセゴで戻ってきたらさ、はるかちょっとお金払いに行ったってさ言ってもらっていい？はい、行ってきます。はい、メロナ登録してないの？してないよ。あ、登録してた、出てきた。もしもし、もしもし。はい。はい。もしもし、あ、聞こえますでしょうか。いい加減にしろ。何？あの、もしかしてなんですけど、あ、こちら真帆様のお電話番号でしょうか。はい。こちら株式会社ノエゼの山田と申しまして。ノエゼ絶対嘘。バリバリ答えの声だって。何？ねえ、何？もしもし。あ、もしもし、はい、お世話になっております。はい、もしもし、お世話になっております。はい、私、株式会社ノエゼの白石と申しまして、はい、先日ご購入されましたコスメティック用品3点プラスお洋服の方5点の料金の滞納をしておりまして、はい、そちらのお支払いについてのご連絡になっております。昨日の9時ごろ真央様の方のメールアドレスにご連絡をさせていただいたんですけども、目を通していただけましたでしょうか。いや、来てないです。多分松本清志。こちらで、お客様情報を確認させていただくんですけども、県でお住まいの、間違いね。もしもし。もしもし、聞こえますでしょうか。はい。川崎県。すいません、私新人なものでちょっと上司の方に変わらせていただいてもよろしいでしょうか。はい。一応滞納額が334,500円なんですけど。嘘でしょ。あ、コスメティック用品3点とアウターの方、155,700円のピンクのコートを買われております。買ってないです。少々お待ちください。こちらでご確認いたします。いやいやいや、それやぶす嘘だってバレるから。え、この状態で違うの？あ、もしもし、変わりました。山田でございます。弊社のサイトを日頃ご利用いただきまして誠にありがとうございます。昨日メールでも
申し上げた通り、お支払い期限はもう過ぎておりまして、本日の18時までにお支払いいただけないと、こちらとしても法的手段の方を取らさせていただいておりまして。法的手段？ご購入されたのは一応先月の12月15日にご購入されて、まだお支払いの方いただいてなかったので、ちょっと何度かメールの方はさせていただいたんですけれども。プリキュアですか？はい、プリキュア、プリキュア買いました。そしたらこちらのお電話番号の方にショートメールでお送りさせていただきますので、本日お支払いいただけますか？え、今日、はい、今日ですか？え、ちょっと待ってください。待ってと言われましても、詳細の方にログインできるメールをもう一度送ってほしいです。何回も送ってるんですけれども。いや、来てないです。いや、送ってるんですよ。メールアドレスメールアドレス言いますね。じゃあメールアドレス言いますね。じゃあ、もしもし。はい、お電話変わりました。山田の上司の森本と申します。はい、ご生年月日と住所、名前の漢字の方をご確認させていただきまして、もしかしますと別の真帆さんの場合が11月21日です。かしこまりました。様の漢字はどういった漢字になりますか？どういった漢字になりますか？そうしますと、やはり同一人物ということでご確認が取れましたので。バイマ？バイマですか？まあ、バイマなら買ったけど。バイマ？じゃないんです。奥歯。本日お支払いはできないということですか？あ、買った覚えがないので。あ、かしこまりました。じゃあお家の方に行かさせていただきますので、現金の方ご用意いただけますか？いや、無理です。だからその買った覚えがないので。金券でもいいんですよ。金券でも大丈夫ですので、ポンタカードでも大丈夫なんですけれども。33万ポイントなんて入ってない。なら T ポイントカードをお客様持ってらっしゃいますか？最近は使ってないです。じゃあのポイントで33万ポイントはないということですか？ないです。なら、やはりお客様のご自宅の方に私どもがお出迎えしますので、もう弊社のものが向かっておりますので、ご対応の方だけお願いしてもいいですか？いや、すいません、失礼します。サマー使えねえよ。サマサマ、お支払いいただけないということで、ご自宅の方に私たち向かいました。いや、探したんだけどさ、見つけられなかったわ。最初はちょっとね、あ、やばいと思って、うん、一瞬本当にやばいと思って、で、途中からなんか、はるかみたいな人が出てきて、あ、これ嘘かなと思って、でもなんかだんだん話聞いてるうちに、だってやばい、もしかしたら本当かもしれないと思って、ね、怖いよ、本当に。今後こういうお電話が来たら、生年月日、名前言わないで答えてください。はい。この動画が勉強になったと思ったら、高評価、チャンネル登録、そして私たち SNS の方やってます。皆さんぜひご登録の方お願いします。お願いします。以上、ゼロでした。バイバイ。失礼いたします。失礼いたします。